これ伊勢神宮のお守りですよ、はい、これ1個いくらだと思うんですよ。1500円。うん、たぶん1000円で買いました。1000円ですよ。でこんな商売やってますからね、どうなってるんだろう。おー、盛り上げなくなってますよね。普通絶対しないでしょ。いいんですかこれ、持ってて大丈夫。開けました。開けた。これが入ってる、スポンジが入ってる、スポンジが入ってるんですよ。でも入ってるよ。で開けた。そうすると一応あった神様が、ああ神様の、まあ、あれを書いた、まあ、板切れを紙で包んでね、こうやってる。これをこれに包んで、ね、分かる分かる。これをこうやって入れてるだけなんですよ。ああ、持たせる。で、この前業者系の人間に聞いたんですよ。おい、これ原価いくらやって。これが日本製か中国製かで違ってるけど、まあ45円ぐらいかなって。45円ですか。それはお前1000円で売ってんのかみたいな。伊勢神宮すごい。いや違うんですよ、それは一応これは作ったのは業者さんだけど、最後に伊勢神宮でお払いをすると1000円になる。なるほどなるほど。価値が出ると。心が困ったんです。だし、まあ伊勢神宮で売ってるって、ね、いうことだけど同じなんですよね。で、じゃあ買ってる。で、あの辺だとおみくじやなんだ、200円、300円ですよね、あの辺は。しかも赤服売ってるしね。ああ。そのおみくじの原価いくらなのかって。おみくじが安いですよね。1円とか2円とか。よく考えたら紙でしょ。それは一番ペラペラの紙やないですか。で、恐ろしいのが、今検索すると。